品川駅東口より見る、品川グランドコモンズ。新八津山橋交差点より見る、品川グランドコモンズのビル群航空写真に見る1984年頃の品川駅周辺。写真右一帯の着色されているところが貨物ヤードと新幹線の車両基地。現在、グランドコモンズやインターシティが立つ。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成品川グランドコモンズは、東京都港区湖南、品川区北品川にまたがる、再開発地区の愛称である。品川駅東口にあった、旧国鉄の総車場跡地の開発プロジェクトの一つで、所在地は、東海道新幹線の車両基地のあった、 品川駅東口地区再開発地区計画の B-1 地区にあたる。2004年3月に竣工した。52,766.43平方メートルの敷地に5棟の高層オフィスビル、2棟の高層マンションと幅45メートル、長さ400メートルの品川セントラルガーデンから構成される。また、セントラルガーデンを境に東部には隣接し、 同じく旧国鉄跡地を再開発して誕生した品川インターシティが広がっている。この旧国鉄跡地の再開発計画が中心となり、1998年頃を境に品川駅東口は交通広場なども整備され、景観は大きく変わった。詳細は各項目を参照。なお各ビルとも、 セントラルガーデンの部分と品川駅と品川インターシティにも連絡している。スカイウェイという遊歩道でつながっている。品川イーストワンタワーは、大東県宅本社など、飲食店などの店舗、ホテルが入居しているビルとなっている。多くはオフィスになっているが、低層階は飲食店などの店舗、高層階は高級ホテルになっている。 太陽生命品川ビルは、太陽生命保険、東京用業本社、山前東京本社などが入居している。低層階には飲食店など各種店舗も入っている。品川グランドセントラルタワーは、日本マイクロソフト、大塚ホールディングス本社、日本サムスンなどが入居している。低層階は、各種店舗のほか、ザグランドホールといった500席を有する、イベントホールがある。 NBF 品川タワーは三菱重工本社が入居している。また、低層階は隣接する品川グランドセントラルビルにもまたがって品川グランパサージュという各種飲食店、店舗などが入っている。キャノン S タワーはキャノンマーケティングジャパン本社が入居している。そのためキャノンマーケティングジャパン本社ビルとも呼ばれている。仮想階は各種店舗のほか 写真ギャラリー、キャノン製品を展示している、スペースなどにもなっている。ストーリア品川は、品川グランドコモンズ内にある、高層賃貸マンションである。品川 V タワーは、品川グランドコモンズ内にある、高層分譲マンションである。ビルの形状が V の字をしている。品川セントラルガーデンは、品川グランドコモンズと品川インターシティとの間に、 ある、緑地スペース。幅約45メートル、長さ約200メートルで、敷地の海陸分により北側は、港区の管轄による、塩の公園、中央部分が再開発地区の公共空地、南側は、港区、品川区の管轄による、森の公園になっているが、空間的には統一された造りになっている。敷地内には、多くの樹木が植わっているほか、随所に、 品川の街の自然をイメージした造形物が置かれている。周辺のビジネスマンなどの憩いの場となっている。京王品川ビルは品川グランドコモンズとスカイウェイでつながっているオフィスビル。電通国際情報サービスが入居するほか、仮想会は飲食店などになっている。なお、品川グランドコモンズ各施設は、 品川駅東口地区再開発地区計画の B-1 地区であるが、このビルは B-4 地区になる。竣工も2004年とグランドコモンズ竣工より1年後である。ありがとうございます。